はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと数時間となりました。現在の割引価格は今日までとなっております。明日11日になると値上げとなってしまいますのでご了承ください。試験日まで8ヶ月間ありますので、今から理解学習を実践できれば今年の合格も間に合います。もし自分自身で理解学習を実践するのが難しいな、そう思うのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。相続人 B が被相続人 A の死亡の前に A 及び他の相続人 C に対して直接書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。遺留分の放棄っていうのは相続開始前の場合は裁判所の許可が必要なんですね。一方で相続開始後に遺留分の放棄をする場合は家庭裁判所の許可は不要です。で、今回死亡前って書いてありますね。被相続人 A の死亡前ってことなので、相続開始前の話だから、単に書面で遺留分を放棄する旨の意思表示をしたとしても、これは有効ではないんですね。きちんと裁判所の許可、これを受ける必要があるということです。よって誤りです。きっちり相続開始前後の違いについては覚えておきましょう。で、遺留分、これについてそもそもイメージついてますでしょうか。イメージついてない方はこの遺留分ちゃんと勉強しておきましょう。また遺留分侵害額請求、これも合わせて一緒に理解しておきましょう。個別指導の受講者さんについては理解するための動画解説ご用意させていただいてますので、受講者専用のメルマガから動画ご確認ください。で、問い2ですね。免許の要否です。 A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、 A は免許を受ける必要はない、え丸か×かという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえると分かりやすいです。 A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備してそれを貸してるわけですよね。その地主さんってみんな宅建業の免許持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって免許持ってない方意外と多いんですよ。それでもアパート経営してますよね。で、これっていうのは自らオーナーとなってそのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから宅建業の免許はいらないんですね。で、最近まあちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方がマンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは免許持ってますか？持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、まあ、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。実際やっぱ個別指導でも、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱわかりやすいので、まあ、そのようにしてます。まあ、あまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。その具体例ね、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ、効率的に勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、3番開発許可ですね。市街化区域のすでに造成された土地について、2500平米の共同住宅を建設する場合、
当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。で、この問題、答えはどうかというと、×です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為って何なのかっていうと、建物の建築だったり、特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更なんですね。つまり開発行為っていうのは、土地の区画形質の変更、土地の形を変えるってことです。イメージとしては土を取ったり土を入れたりする行為ってことです。ブルドーザーを入れて土地の土を掘り返してこう捨てたりとかですね。また土を入れたりすると。まあそういった行為です。で、今回の問題で言うと、土地の区画形質の変更は行っていないですよね。区画形質の変更を行わないってこう書いてあります。したがって開発行為を行っていないんですよ。で、開発行為を行っていないってことは開発許可は不要になってくるんですね。したがって誤りだということです。で、開発許可の要否を問う問題っていうのは、昨日の動画とかでもお伝えしたんですが、考え方の流れが非常に重要なんですね。で、まあ、今回無料なので、細かい部分まではお伝えできないんですけども、まあ、何が重要で何が重要でないかっていうところをちゃんと捉えていくことが、宅建合格の近道になるんですよ。で、今回のこの開発許可の要否を問う問題っていうのは、この考え方の流れ、これが重要な内容なんですね。一つ一つの問題の解説が重要というよりも、この開発許可の要否を問う問題が出た時の答えの導き方、まあこれが考え方の流れなんですけども、それが重要なんですよ。こういう部分をちゃんと見つけて、あ、これを頭に入れていき、またそれを使って答えを導く。これをやっていくと点数って上がってくるんですね。で、なぜかというと、それを頭に入れることによって開発許可の要否っていうのはこれでも1点ゲットできるんですよ、出題されたら。確実に点数を取れる部分を増やしていくというのが、宅建合格の近道になってきますので、今言ったようなこの理解学習ですね。これをちゃんとやっていきましょう。個別指導では考え方の流れまで、お伝えしていきます。単に覚えるだけの勉強っていうのは、今日までにして、理解学習をぜひ実践していってください。そうしないと、どれだけ勉強しても合格するのは難しいですし、もう勉強が辛くなってくるんですね。なので、理解学習、ぜひですね、実践していただければと思います。で、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。明日になりますと値上げとなってしまいますので、もし今年絶対合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。